な感じはね、ダメです。この番組は、キャラのスポンサーの提供だ。プロプレスボース。はい、皆さんどうもこんにちは。マイスクリーム講師のデスノーニーさん、マホンでございます。今日もよろしくお願いします。私、先日、フィジーク大会に出場してまいりまして、ちょっとね、やっとね、過酷な減量が終わったので、こんなに、カリッカリになるまで絞って、で、結論負けてしまったんですけども、で、もちろんね、悔しかった。うわ、負けたな、悔しいな、思ったけど、まあ、それもあるけど、まあ、もう食える、食えるぜ、減量だってなって、半日後これになるっていう。このトランスフォームやばくない？うん。でも、令和1の変貌を僕遂げたわけなんですけれども。はい。まあ、ご飯がね、いっぱい食べれて幸せでございますんで、そんな流れで、動画も元気に撮っていければと思っております。今日のテーマはと申しますと、脱力。脱力ね。脱力に関してちょっと今日はお話ししていきたいと思うんですけれども。まあよく聞くじゃないですか。まあ歌においては脱力が大事だよ。いい声出すためには脱力しなさいよ。ね、その辺のなんか、仙人みたいなおじいちゃんにね、皆さんも言われたことあると思うんですよ。僕はないんですけど。これね、わかんない人ね、いっぱいいると思うんですよ。脱力ってなんだよみたいな、疑問符が、いっぱい浮かんでるような人、たくさんいらっしゃると思いますので、まあ一応ね、プロのボイストレーナーである私が、できるだけ噛み砕いて皆さんにわかりやすくお伝えしていければと思っておりますので、最後までぜひご覧ください。こんな感じで、このチャンネルでは、ボイトレ関係のお話だとか、あとはリアクション動画とかね、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、今回のテーマは脱力ってとこでお話をしていきたいと思うんですけれども、これはですね、僕のね、専門とするような特殊発声、デスボイスとか、ホイッスルボイスとかに関してもそうだし、高音発声、ミックスボイスだとかね、その辺とかの発声、あとはまあ普通に地声、裏声に関しても、全部に共通していることなので、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。それに関して、僕先日ですね、こういったツイートをさせていただいたんですよ。ちょっと読み上げますね。てか、ツイートって言ったけど、X になったから、ポストっていうのこれ。まあ、ツイートさせていただいたんですよね。発声に関するお役立ち情報とか、日々ツイートをつぶやいておりますので、僕の X、まあ、旧ツイッターフォロー、ぜひよろしくお願いしますね。で、読み上げます。歌における脱力とは、力の抜けた状態ではありません。必要な力だけ入った状態ですと。前者、まあ、つまり力の抜けた状態ですね。前者はいい点もあるが、発展は見込めず。力んだ状態はとりあえず最悪。で、後者ですね。必要な力だけ入った状態、つまり脱力に持っていくのがボイトレであり、耳のいいトレーナーと、その生徒も耳を作りながら二人三脚で行う作業です。これはデスボイスもクリーンも共通です。詳しくは動画でお話します。この動画のことですね。ということでございます。こんなツイートをさせていただいておりまして、まあ、これを深掘るような、イメージでお話を進めていきたいと思うんですけれども、結論、脱力なんてものは存在しません。やばい。なんか、ほんとね、そのなんか、ボイストレーナーさんに刺されそうなことばっかり言ってるんだよ、僕、日々動画で。そう、脱力なんてものはないです。さっきのツイートにもあった通り、脱力というのは、一般的に言う脱力というのは、必要な力だけが入った状態のことを言います。これよく覚えておいてください。だから、単に力を抜いただけっていう状態は、脱力とは呼びませんよっていうことです。で、まあ僕がその実際に日々レッスンをさせていただく中でよく使う例えの一つがあるので、それを用いて説明しようと思うんですけれども、ですね、例えば、これ今空のペットボトルなんですけれども、僕これ今ここで持ってますよね、ペットボトル。持ってるってことは、力入れてますよね。ここにキープできてるわけですから。これっていうのが声で言うところの脱力みたいなものなんですよ。この状態以外、つまり脱力状態以外に何があるのかっていうと、大きく2つあります。まず1つはさっきツイートにもありましたが、もうただ単純に力を抜いてしまっている状態っていうのが1つ。そしてもう1つは、これ簡単、力んでいるっていう状態です。この2つがあります。で、これが脱力だとするのであれば、つまり、ちょうどいい状態、必要な力、空のペットボトルをここでキープするのに対して過不足ない状態、作りすぎても抜きすぎてもない状態っていうのが脱力状態ですね。これが脱力だとするのであれば、じゃあまず最初に申し上げた、力が抜けてしまってる状態はどうなるかって言ったら、簡単ですよね。これです。落ちます、ペットボトル。もう、まあ、手が落ちますよね。これ力抜いてるんですよ。力抜いてるんですよ。まあ、脱力って言ったら脱力だけど、ただ力抜いてんのね。ここにペットボトルを持つというタスクに対しては、
足りないですよね、これ力が。力抜けちゃってるんだから。もうこれ水入ってたら大変ですよ。もうびちゃびちゃになります。びちゃびちゃになる。だから、これは、ダメなんですよ。脱力できてないんですよ。脱力できてないとか、脱力だけをしてしまってるから、このタスク、声に例えるんだったら、声をいい状態で出すというタスクはクリアできてないわけなんですよね。じゃあ今度もう一個。力みはどういう状態か。こういう状態ですね。とか、まああとは、なんだろうな。まあこういう状態っていうか。まあ、過不足で言うと、過な状態でね、やりすぎてしまっているっていう状態を力みというわけですよ。だって、これをここで持てっていうタスクでいいのに、これはもうやりすぎだし、これもやりすぎじゃないですか。ね、必要以上に入れてしまってるわけなので。これはもう力みにつながるわけですよ。だから、もう脱力っていうのは、ここにこれを持ってくるっていう、このピンポイントのみが脱力って呼ばれる状態なんですよ。つまり、ちょうどいいところっていうところなんですよ。必要な力だけが、必要なだけ入ってる。この状態だけを脱力と言います。なんとなく概要分かってもらえましたか？ただ、ここでもう一個ちょっと大事なポイントがあって、このさっき申し上げた、ただ力が抜けている状態と、力んでる状態っていうのは、どっちかがマシなんですが、どっちか分かりますか？まあさっきツイートでやったんだけど、答えは、ただ力が抜けてる状態の方が、まだマシです。まだマシなことが多いです。力んでる状態だと、もうね、どうしようも正直ないです。何をどう頑張っても、基本的に厳しいことが、多いので、なんですけど、ただ力が抜けてる分に関しては、必要な要素を足していけるので、まだどうにかなる可能性があるんですよね。もう味付け薄い料理だったらさ、盛り付けの段階でちょっと塩足したり醤油足したりして、ちょっと調整できるじゃない。でもなんか、しょっぱいもの、もう行き過ぎたものってもうどうにもなんないじゃないですか。それと同じような感じなので、まだ器が残ってるよっていう状態の方がまだマシだったりはするんですよね。っていうのは実際のところありますと。じゃあまあ、こういった前提条件を含めて、ちょっと実践をしてみてほしいんですけれども、まあ例えば男性の場合だったら、だいたい、これぐらい。これぐらいのところを、そうだな。何でもいいですけど、アボインとかで、あーってちょっと追ってみてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。で、まあね、女性の場合だとね、ちょっと個人差があるので、若干高めの F シャープぐらいに設定してみるといいかも。これぐらい。あてみるといかがでしょうか。ありがとうございます。これで結論、じゃあどうなってたらいいのかっていうところで言うと、全部の音階が全く同じ感覚で出てる必要があります。じゃあちょっとね、ご自身のね、胸に手を当てて、こうちょっと膝の匂いを嗅ぎながら、よく考えてほしいんですけれども、高い音に行くにつれて、まあ、あるいは、こうなんか、行って戻ってくる過程において、音色に変化があった人。これは、多くの場合は、力んでいることが多いですね。多くの場合はですよ。多くの場合はね。力んでいることが多いです。ですのでね、これはね、わかりやすいと思います。脱力ができていないっていうのが結構わかりやすくあるパターンですね。で、じゃあ、もう一個。私、全く変わんなかったよっていう人。これ、うまくいってるかもしれないし、うまくいってない実は可能性もあります。これはどういうことかというと、まあ、やってみるのが早いね。とか。こんな感じはね、ダメです。なんでかっていうと、確かに変わってないかもしれないんだけど、変わってることに気づかないレベルで弱いだけなんですよ。これもね、変わっちゃってるんですよね。だし、想像してみてほしいのが、まあ、これ男性キーですけれども、これよりもっと高いところにそのまま行きますかっていうお話なんですよね。このまま上がってみるとね、例えば、この辺とかになっちゃうと、もうなんか、裏声みたいな。まあ、少なくとも簡単に言えば歌には使えないですよねっていうところです。これぐらい弱くなっちゃうと、まあ、同じように出せてるように感じてるだけで実質同じようには出せていないし、シンプルに歌に使えないよねっていう感じ。さっきの、ペットボトルで言うと、もうただただ力抜いてるだけみたいな状態になっちゃってますよっていうことです。なので、しっかりと声は出しながら、でも同じように出している状態がいいです。過不足ない状態ですよね。ここを狙ってってあげてほしいんですよね。で、さっきもお話した通りなんですけれども、この、もうなんか、力んでる状態。なんか、
ね、いろいろあるけど力んでるでしょ。もうめっちゃ力んでそうでしょ、力んでそうでしょ、これめっちゃ力んでるわけですよ。ね。だからね、こういう状態だともう厳しいので、どちらかって言ったらさっきの、みたいな、ただただ弱いだけっていう方が、まだ改善しろがありますので、こちらが、こちらがいいわけじゃないんだけど、こちらがまだいいので、仮に、もう力んでんな、みたいな。同じように出せねえよと。もう上に行くにつれて、どん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 変わってっちゃうな、みたいな感覚がある人。そういう人の場合は、もう一回こう、なんか全部を一回、全部の装備を捨ててみる、みたいな。一回もうちょっと全部、服を脱ぎ捨てて、そのままちょっと、街に繰り出す、みたいな。もうこうですよ。っていうのは冗談なんですけど、一回もう、全部ゼロにするみたいなのも一個の手だと思いますけどね。逆にもうなんか弱すぎるよっていう人は、逆にちょっとこうシンプルにいっぱい息吐いてみようかなとか、あとはなんか強い子音を使って補助かけらんないかなとかね。まあ濁音系だったりとか、ガーとかね、まあバーとかね、まあ何でもいいと思うんですけれども、いい感覚得られないかなとか、自分が強く出せる最低の音域どこだろうみたいな感じで、音程をすごく下げて練習してみたりとかっていうのもいいかなと思います。で、これはあんまり独学の方には推奨しないんですけど、逆にもう張らないと絶対出ないみたいなところで練習するとかっていうのも、耳のいいトレーナーさんとかが監督してくれつつやるとかだったらワンチャンスあるかもしれない。そういうのもいいかもね。と思うんですけど、まあ独学では基本あんま推奨しないかなとは思います。まあまとめると脱力っていうのはもうちょうどここしかないんですよ。このメモリのど真ん中のことを言うので、この過不足のちょうど真ん中のこの中道にあるものなので、まあ明らかにこの過多な人っていうのは、もう一回もう完全にゼロにしちゃったりとかもありだと思うし、必要だと思われる力だけを残して、ここに頑張って向かうっていうのもいいと思うし、でも本当に弱い人っていうのは、こっちにはね、行かないように、ここを作り上げていくとか、ちょっと裏技的ではあるけれども、ちょっとね、言葉の力、子音だとか母音だとかを変えてみたりとか、音程を工夫したりとかでこの真ん中をちょっとこう狙ってみたりとかっていうトライが大事なのかなと思います。っていうところで、多くの人が勘違いしがちである脱力に関して今日はちょっとお話をさせてもらいました。今回の動画参考になったという方はぜひグッドボタンと、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとね、動画の感想とかリクエストとかコメントね、いつも、書いてくださる方ありがとうございます。いつも全部見させてもらってますので、ぜひお気軽にコメントもよろしくお願いします。ということで、デスノリさんも本当今日もお送りいたしました。バイバイ。